木戸のことを呼び捨てにしようとした。もう遠藤さんの方格上が、おいおいちょっと待ってくれ、どうもお前がなんでフォワードなんだよ、ふざけんな、ポジション間違ってるぞ。ってことで、おボイスルが鳴った。おお離れた離れた、うおおお、なんか3本ぐらいしか落ちてこなかった。てかあれだね、やっぱ遠藤守伝説綺麗だね、画質が。いやー綺麗。なんだこれは、鉄骨だと。もしかしてこれが帝国の罠。俺たちがもし普通に試合をしていたら潰されてしまっただろうな。ひー恐ろしすぎるっす、恐ろしすぎるっす。鬼道お前、鬼道さんだろうがよ、お前何鬼道って。なんかお前主人公ずらしてんな、どうも気に食わねえな。なんか嘘じゃなかったの、間に合ったか、間に合ったかって。源田かっけー、そこまでだ。待って、ちょっと待ってくれ、影山お前何スタメンなの、なんでお前グラウンド入ってんだよ。鬼ヶ原さん、ついに現場を抑えたぞ、今度こそ逃がしはせん影山。ふふふふ、なんだと。なんかバカ丸出してたな、なんかゲームの影山バカ丸出してたな。貴様は鬼ヶ原、くさをこのくたばり損ないのけじめが。影山お前を逮捕する。おめえらグラウンド入って何してんだよ。鬼ヶ原さん、あなたは刑事だったんですか。すまんな、黙っていて。こうやって現場を抑えるまではできるだけ目立ちたくなかったんだ。40年前の事件の後、俺は記者であることをやめた。やつを逮捕する、この時だけを夢見てな。でもどうしてここに。帝国学園の内部からこのことを教えてくれるメールが届いたのさ。帝国から、もしかして鬼道お前なのか。お前ら雑魚に小細工など必要ない、そう思っただけのことだ。なんだ、雑魚とはどういうことだ。鬼道くん、貴様ら こんなことをよくも私を裏切りおったな。すみません総帥、しかしこんなことをしなくても我々は。黙れ、許さんぞ鬼道、ここまで育ててやった恩を忘れたのか。貴様らこのままただでは済ませんぞ。観念しろ影山、お前の悪事もここまでだ。40年前のあの事故から記者を辞め刑事として生きてきた、そのすべてが今終わる。何、鬼ヶ原死んじゃう、鬼ヶ原死んじゃう、なんだちょっとさ、地区予選決勝だぞここの場所、お前ら鬼ごっこやってる場合じゃねえだろ大の大人がよ。話せ、私はこんなところでは終われないのだ、話せー。源田とかどういう気持ちで見てんだよこれ。ありがとう鬼道、お前のおかげで命拾いしたぜ。あんな罠などなくても我々の勝利は揺るがない、今からそれを証明してやる。ああ望むところだ、ここから試合開始だな、来い。よっしゃ、地区予選決勝かな、やっていきましょう。帝国学園、いや BGM がね、またいい雰囲気を漂わせてる。総帥、小細工など必要なかった、それを今から証明してみせます。鬼道おめえは何、さっきから鬼道しか言ってねえじゃねえかよ。どうもお前何、鬼道しか言えなくなったその口。安心しろ、今回は危険などしない、そして改めて教えてやる、俺たちと貴様らの実力の違いをな。ということで、まあレベルはどんな感じかな、で変えていきましょう。では帝国学園フォーメーション、お源田がなんか可愛くなってるけど、早速ね帝国学園の方は選手情報見ていきます。30、なんでお前らレベル30なの、強くねえか。じゃあ佐久間くんがキラ、おーって皇帝ペンギン2号覚えてる。で軌道ツインブースト、あれデスゾーンは覚えてるね、デスゾーン覚えてるのがジモンと、ジモンを気をつければいいかな。おーこの人もヘンミも覚えてる、ヘンミ渡るもデスゾーン覚えてる。であとパワー、フルパワー50使うか、なんで3回くらいかな使えるのは。OK です。まあ五条さん、キラスライド、分身フェイントと、まあそんなもんかなって感じですね。でこっちのレベルがまだ、ライモンのねレベルがまだ